ません、ちょっとテキーラの名残が。申し訳ない。名残テキーラ。名残テキーラが。まあテキーラの企画でも言ってましたけども、この後にも1個企画あるよと、うん、車企画。だから俺がテキーラを飲まなかった。はい、はい、はい。この企画にもともとターボは出る予定がなかったの。はい、なかったです。ここお前リョータやったんだね。はい、はい。と、あ、お前すげえ。ちょっと本来僕の代わりに出る予定だった人が、彼でございます、はい、っていう感じだったんだけど、あ、明るい電気とか見て吐きそうなんちゃう。あの、起きててもう無理やねんでやったらあるやないですか、表情筋が動かない。これがまず要素1ですね。で、要素2、こういう状態になりながらなったのをこうやって横目に見たところ、目を開けたまま1分間寝てたんですよ彼。うん、これ無理やんってなって結局代打で、出させていただくことになりました。よろしくお願いします。俺らは食べる、だから普通に美味しいご飯食べたらいいんちゃう。フグだ。車価格でトークしながらフグ屋に行ってフグ食べる企画。うわー、えぐいフグね。じゃあ本日の企画見たいと思います。はい、本日の企画は、かぶらなければすごきだくマックドライブスルー。マックやんか、マックやんか。なんでフグいけるみたいな雰囲気出したんじゃん。フグみたいな色して。フグがフグみたい。だから服みたいなフグ着て。俺この4人で今から車。ガチで無理かも。普通にやばい。はい、じゃあ企画説明しますね。はい、まあドライブする企画は今まで何回もやってきましたよ。はい、それです。マック…ちょっと待って、ちょっと雑なってる。それでテキーラ飲んだ気してきてる。俺らにはいいね。こっちには丁寧にして。まあ、ドライブスルーで全員、せーので商品を言います。はい。この商品が全員被らなければ買える。ただこれだけの。待って、余裕やん、そんなん。何言ってる、マック何種類メニューあると思ってる。今回、種類は5つ。どういうこと。5種類のメニューを俺が今から言います。この中で全員違う種類を言えたら帰れる、言えなかったら今ここで言ったものを、ドライブスルーで頼んで食べる永遠ループです。あ、かぶらず食べきるまで帰れませんや。そう、うわあ、そういうこと。なんでよ、それフグだったらよかったのに。マックは無理やんけ。おい、待たんごよ。待たんごよ。ややかも。で、まあ、スタッフさんはね、もちろん車には早い。何して手びちょびちょやん。なんでびちょびちょやと思ってさ。反射速度えぐ。ああやば。テキーラ。うわー。はい、じゃあ、5つの商品発表させていただきます。はい、大事大事。1つ目、飲み物。あ、ナゲット。あー、ナゲッツ。期間限定。あら、エッチ。ベーコンレタスバーガー。あー、大好き。ラスト5個目。はい、バイビッグマック。あー、終わった。だって倍って言ってんだもん。だって倍ってつくなよ。バイビッグマック。バイビッグやばいよ。じゃあちょっと待って、だって食えないよ。なんて運転中食いにくいって文句言うんだよ。とかもなんか加味してみんなで食う。これは協力プレイやから。オーケーオーケーオーケー。ガチで。だから、はい、飲み物、ナゲット、期間限定もの、ベーコンレタスバーガー、バイビッグマック。はい、わかりました。この5品で、はい、さっさと終わらしましょう。終わりました。それでは今日もかましていきましょう。ガッツショーガー。はい、では車にやってきたということで、よいしょ、出発していきたいなと思います。ちょっとマジでさ、かまそうね。オッケー。ほんとにマジで帰りたい。どっち帰りたいわけやん。イベント中ですから。そうやっぱりね、で最近すごい思うんですよ。やっぱ YouTube を見て、あの僕たちがね、普段毎日やってる夢中ライブっていう配信アプリに遊びに来てくれる人多くなってきてますよね。多くなった、うん、でね、意外と見てるけど配信来たことないんだよねって言って、あの今リリーベとかやってるじゃないですか、うん、そういうのに来てくれた人でさ、はじめましてって来てくれて、 YouTube 見てるけど配信は見てないですっていう人も意外と多いわけですよ、うん、だからやっぱね、あの僕たちのことをもっと知ってもらうためにもやっぱ配信には来てほしい。でも配信ができない、このままだと。これなぜかといったらマクドを食ってるから。そうやね。しかもなんか普通にしんどくなるやん。いいよ、なんか明日に備えてとか、今日はちょっと体を休めるデイとかなったらいいよ。でもさ、理由がさ、マクドを食ってるから、それは許してくれないですよ。ガツくね、そうは問屋が下ろさねえよと。しかもなんで雨なの。
そうだよ。このワイパーの音とか嫌やわ、めっちゃ。俺代わりにやろうか、ワイパー。どういうこと？こう上げて、ワイパー戻して。水たまりできたら。あ、さあ、そんなこんな喋ってるうちにですね、マクドナルド着きました。来ました。マクドナルド、間違えた。じゃあ、これちょっと駐車場あるんで止めて、はい、ドライブスルーに行きましょうか。だ、要は、これだってここで被んなければもう楽しく喋って終わりよ。うわー、そうだね。僕、ここまでいいよ。はい、確認すると、飲み物、はい、ナゲット、はい、期間限定、はい、ベーコンレタスバン、はい、バイビッグマック、はい、よっしゃ。いや、これはほんまに終わりに行こう。だから、一発目しんどい思いするだけで終われんやったら、庶民もう酔ない、それで。そうだよ。やんな。おいえ、おいえ、あいえ。じゃあもうせーので言う。はい。せーの、ベーコンレタスバン。ちょっと待って、ちょっと待って。飲み物、ベーコンレタスバーガー、期間限定、飲み物。あはは、お前さー、飲み物かぶりは一番叩かれんぞ。あと残ってたのに、バイマックと、うん、バイマック行こうと思ってんな、俺。ナゲット、だどっちかがナゲットかバイマック言ったら終わってたってこと。終わってたよ。ちょっと待って、お前飲み物かぶりはマジやばい。でもそうやったらバイビッグマックでかぶってもね、の方がもう勇者やもんな。しょっぱ、うわ、これしょっぱいわ。うわー、しょっぱ。感じ取れや、そこは。お前が感じ取れよ、それは。感じ取れって、ね、どっちもええねん、こっちはもう。どっちもええねん、もう。ユーリンチンチン、ユーチンチン、チンチン、ユーリン、ごめんなさい。ユーリン、ユーリン、シーチキンの単品と、最悪や、もう。なんでここまでさ、うわーとか、うわーとか言ってさ、ふざけんなやって言った後に、ユーリンチンチン、チンチン。おはようございます。マック購入完了しました、ということで。いただきまーす。いただきまーす。うまい、これ元気？すげ、もう喉乾いた、もう乾いてる、ね、うん、コーラいいな、ね、コーラうまい。だってもうほぼ被るじゃん、基本的には。めっちゃ欲しかった今ね。今俺多分いけたと思ったもん、今ガチで。ほんまに俺もマジでいけたと思った。逆にほんまにガチでさ、クリエイティブ的にどうしようかなと思った。一発でいけちゃって、いけたのに、ハズくんが気使って変えた説あるよね。ガチ？で実際どうなの？ほんまはビッグマック行こうと思って、思ってただけやないか、それ。まあ、それ言うと俺ガチでナゲットと飲み物悩んでたよ。わあ、じゃあその悩んでた2つずつがあって、それの1個が被ってただけなんや。そうそうそう。ケンジもこの前、はい、ふたくんちょっとどっかでご飯行きましょうと、はいはいはい、量産性もらってるから、うんうんうん。で、ケンジもたまたま風呂行きましょうって。ああ、海鮮やったね。あの、ふーたくんが住んでるから、うん、あの、おバカ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 バ金の使い方、いただいたお給料の中での、その使い方ってことですよね。まあ、でもそうだよね。フード君って、まあ、大体1万ベースじゃないですか、給料が、うん、で、とりあえず入った時にバカバカバカちょっと待って、バカ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 1万ベースだろ、バーカバ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 ーバーバー、終わらすか。ほんなら一日ご苦労様です。 OK でございました。じゃあもうパッパッとやっていきましょう、はい、せーの、バゲット。ちょっと待って、気をつけて、気をつけて。バイビッグマック、ナゲット。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと飲み物行くやろ、俺避けたやん、避けたやん、飲み物。あんだけ油淋鶏みんなうまそううまそう言って、絶対誰か一人行くやんか。
まあでも2回連続かぶってんのあんただけやけどな。あら、あら、先輩ですか、面白い。はい、以上で、はい、ナゲットのソース、タルメン、バーベキュー、マスタード、黒ニンニクソースとなっております。黒ニンニクで、はい、かしこまりました。ちょ、寒いから閉めて、窓閉めて、涼んでください。はい、どうぞ。あのさ、ちょ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 、スルーのとこだから、スルーのとこだから。危ねえ、黒ニンニクしかなかったもんな、テンポに。はい、というわけで、2軒目幕到着しました。ちょっとパンチクリンです。クリンがちょっと重たいな。重いです、非常に。じゃあ配っていきますけど、なんなん、ケンジ2連続期間限定いくし。いやいや、これはね、あの期間限定っていうのは3種類ありますから、僕は今回違うのを飲んでますから。あーね、法則を作ってます。法則を作ってます。これあるな。ユーリンチーチキン。あ、チーチキン、あ、新たか。スイートチンチンチンシュリンプ。やめろ。スイートチンチン。やめろ。チンチキチンだけど。バイビッグマック。おい、さあ、飲み物なしの2連バーガーの2個目バイビッグマック、エギーどうと、結構。すごいな。おい、なんでやねん。攻めた意味ないやんけ。普通に飲み物いっとったらよかったわ、じゃあ。これででもな、全員揃わんかったらさ。マジでさ、最後にバイバーガー行ったんさ、マジかました。ガチモテんな。ね、マジモテ、そう、でもね、こういう時に言ったマジモテんながね、適用された試しないね。モテへんね。大丈夫でも。いただきます。なんで俺になんかピンチの時バイビッグ行かせようとしてんの。ムーブ作んなよ。いや、ちょっと待って。ちょっと待って、やばい、マジで。いただきます。食べ過ぎた時の双子の腹みたいな。ね、本当にね、パテが、パテが4枚入ってるわ、パテが。わ、えぐいわ。ケンジ、はい、まああれかも、ソースは自分で決めるかも。困った。結構気使ったんですけど、ほんま、ちょ、本当になんか その後輩のさ、気遣いはちょっとそれはありがたく受け取りましょうよ。飯行こうだの、ソースは黒ニンニクだの。いや、飯今断ってへん。どんどん火長なっていってね。ちょっと家まで送ってってだの、そんなはもう聞いてあげましょうよ。それはもう気遣いやね。お前で一番いい送ってもらってんのは多分お前や。俺か。完全に俺や。ベスト送迎大賞受賞で。食べ終わりました。食べ終わりました。食べました。はい、全体を切りました。とよっしゃー、3周目よし。じゃあ、まあ2軒目が、ごちそうさまでしたと、はい、そして3軒目に到着しましたので、マックチョイス行かせていただきたいと思います。はい、お堂を見せます。ちょっと待ってください、俺決めました。俺も決まってます。終わるならこれで終わりたいっていう俺の理想の形があるんで、それちゃんとルート作ってるからね。そうやな。まあ俺もなんかポンポンポンって来て、あと次何行くか分かるなっていう、自分の中でねっていう。まあ俺さ、コーラナゲットって言いかしてもらってるから。まあ確かに。なるほどね、はい。あ、まあ探り合いはこの辺にして、はい、かましましょうよと。せーの、バイビッグマック。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 なんでだ。ちょっと待って、こう、待って、なんか黒コールド、ハンドルコールド。ちょっと待って、トランスフォーマーみたいな状態になってる。ハンドルコールド。あ、なった。俺さ、男気出すって言ったやん。いや、なんかそう言って飲み物行くやん。はい、かんやろ、普通にガチで。もう、じゃあなんでバイビッグマックかける2いった俺の勇姿を褒めろよ、まずは。誰かが、いやいや、じゃあケンジが一番悪いやろ。逆にや。いやいや、だってお前この時間にバイビッグマック、何が逆なの。逆やったら飲み物まで行こうや。いや普通にケンジだって期間限定誰も行かんや。というわけで、はぁ、到着しました。ドドドンと、3軒目バイビッグマック4でございます。これちょっと持ってみん、これ。ガチで重量いくよな、マックの。そう、マジで袋のウェイトに差がありすぎるんです、これはね。では、1個ずつね、分けていきますよ。でっか。こんなでかいんだ。初めて食べる。これなんか。でっかマックやん。Made for you。美味しさできたで。マジでさ、ビッグご飯がさ、食べながらさ、運転できひんって。美味しさできたで。すげえ。見て、空を見て。美味しさできたでって書いてある。ここのね、この Made for you ってとこちょっと。ちょっと待って。これ美味しさできたてって書いてあるんですよ。美味しさできたて。ちょっと読めるかわかんないですけどね。見て、俺なんだっけ、関西弁で。美味しさ
とできたでって書いてあるの。本当や。すごっ。こっちこっち俺らのやつ。美味しさできたて。こっち美味しさできたで。ほんまや。すげえ。すげえ。できたでなわけないもんなだって。すごない。なしゃんねん。コマついてるだけやんけ。ほんまやって。ほんまやって。ちょっと下がったね。ゴマついてるだけやって。なんでしょう。確かにでも終わらせてよ。絶対。そういうことないじゃないですかね。シャメ取れって言ってたし。シャメ取れ。もうまたバイビッグマックくん嫌やけど。うまそうとか言うなもん。食ってんさっき。いただきます。いただきます。一瞬ちょっとハンバーガーだけ持たせてもらって。無理じゃね。紙いる。紙使う。これはさすがに。うん。貫禄ここはまだ来た。早い。どうしよう。信号が回りたい信号。無理や。止まるか一回。この状態嫌だよね。ちょっと路中できるとこ見つけたんで。一旦ね。マジで喉乾いた本当に。5分10分前まで帰りすれば行くや。なんで今この感じでスタバ行けるメンタル残ってるの。すごいな。スタバ飲みてえな。頑張れ。多いよなマジで。はい、全員完食。よっしゃー。まだ食える。あ、もうまだ食える。え、マジ。いつものがしんどい。さあ、もう間もなく着きますよ。あー、ちょ頼むな。ガチでガチ頼むな。本当に頼むよ。ガチ頼むね。ガチ頼むね。ガチ頼むな。頼むよ。過去一わからんな。今が何も言わねえな。金やな。金だってもうリセットされてんだもん全員倍で。よし。よし。せーの。何もない。うわっと。ベーコンレタスバーガー。期間限定。チケバックだけど。飲み物。って言わないでくれて本当にありがとう。ガチでキークルマジでありがとう。これで終わってたらガチキークルって。そうやな。これで期間限定言ってたらお前はもう。よし。うわ、じゃあちょっとみんなで飲み物でも買って。あはは、めっちゃ嬉しい。エンディングトークをしながら帰りますか。はいはい。というわけで、エンディングラン企画達成のドリンク乾杯でございます。いやいやいや、まあまあ企画達成しましたと。最近俺ら CCC ね、まあ、インストアライブとかも多いじゃないですか、はい、新しい人に触れてもらえることも多いですし、でインストアライブ特典会チェキ1枚新規の方は無料でやってるじゃないですか、うん、これがね、YouTube をチャンネル登録してくれたらチェキ1枚無料で取れますよっていう特典内容だね。だからほんまにこうインストアライブ行って初めましての人がいるたびに、あと新しいチャンネル登録者の人が増えるんですよ。そう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 。だから見てくれてるとも思うし、やっぱその3月のツアー、うん、24日の名古屋、26日の大阪、4月2日の東京、ここでさ、この新たに出会った人、このツアーを発表してから最後の追い打ちをかけてる時に新たに出会った人、こんな人たちでね、もうたくさん。そうね。3月24日から始まるツアーに向けて全力疾走っていう感じなので、いやー、気合入れていかなきませんね。はい、ね、うん、で東京のファイナルが終わったら、うん、なんかみんなでまたゆっくりマクドナルドも食べに行きましょうよ。いやー、落ちたんちゃん、落ちたんちゃん。落ちたんちゃん、落ちたんちゃん、落ちたんちゃん。わからん、わからん、わからん、終わり方わからん。ごめん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 。ほんまに路頭に迷った。